元シャズナ。疑惑。本当に切れやすくて、道で肩がぶつかっただけでも喧嘩を売るんです。殴るのもひどいし、中略。彼の優しさは最初だけ。私はもう彼とは関わりたくもないけど、決して騙されないで、気をつけて。伊勢谷雄介さん、疑惑。現在でもタレント活動を続ける伊勢谷の元恋人 A さんの関係者によれば、A さんは伊勢谷と結婚まで考えた間柄だったが、度重なる暴力に悩み、結局それが原因で破局したという。モデルの B さんも伊勢谷と1年近く交際。人知れず日常的な暴力に苦しんでいたが、ついに親の知るところとなり、最終的に伊勢谷は数百万円の金を B さんに支払ったという。井戸田潤さん、スピードワゴン。疑惑。産休に入っていた時、仕事で地方に行くために早朝の飛行機に乗る予定だった井戸田が寝坊したが、自分に非があるのに弓に携帯電話を投げつけた。さらに怒鳴りつけ、身重の弓に空港まで車を運転させた。芸能レポーター、梨本勝氏。弓さんの母親と関係がうまくいっておらず、母親側が流した話ではないかとも言われています。井上久志さん。父は肉体的にも精神的にも追い詰められて、母に当たるしかなくなる。そんな時、編集者は、よしこさん、あと二発殴られてください、とお願いした。激突家族井上家に生まれて、76ページ。元妻の西舘よしこさんと娘の石川朝也さんが著書の中で井上久志さんのドブについて触れている。内田裕也さん。キリンさんによると、内田容疑者のドブ行為は、1973年の結婚当初から始まった。その頃は、毎晩のように暴力を振るわれ、キリンさんも、負けじと激しくやり合ったというのだ。その2年後、長女でタレントのややこさん、35、が生まれる前には、ドブを理由に別居した。エドワード、ファーロング。ロサンゼルス国際空港で恋人に暴力を振るった容疑で警察に拘束され、その後、警察はその場で恋人の腕に怪我があることを確認してエドワードを逮捕したという。収監中のエドワードに対する保釈金は5万ドル、約400万円に設定されている。また、エドワードの恋人の名前は公表されていない。エリック・ロバーツ。ジュリア・ロバーツ、左、の兄。1995年2月、妻のエリザを突き飛ばし、配偶者虐待で取り調べを受けた。大沢みきおさん。元、光源氏。長男は大沢からも殴られたり、お前がいると家族が壊れる、と暴言を浴びせられるなどの虐待を受けるようになった。今年9月16日、日本刀を喉に突きつけられ、これを引いたら死ぬぞ、と脅されたことをきっかけに家出したという。大沢さんの子供が週刊文春2012年10月4日号で告白。大沢さん側は模造刀の日本刀を突きつけた以外は事実ではないとコメント。奥大輔さん。元妻の佐伯ひな子さんに近い関係者によると、結婚数年後から大容疑者による暴力、暴言が絶えなかった、という。佐伯さんは弁護士に相談後に被害届を出し、当時夫だった奥さんの逮捕に至った。その後、横浜地検が奥元選手を起訴猶予とした。理由は明らかにしていない。最後までご視聴いただきありがとうございます。随時更新していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。また、次の動画でお会いしましょう。